グロビデンス族は、後期白亜紀に生息した海小ウーロコメのモササウルスかモササウルス赤の族。本族の族は、北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジアから産出する。本族には、グロビデンス、ハラナサウルス、カリノデンス及び、イグダマノサウルスが分類される。白亜紀末まで適応を続けた、グロビデンス族は高度な特殊化を遂げ、特徴的なノブ状の葉によって、 硬い獲物を接触する生態的地位を手に入れた。この生態的地位は三畳期のプラコドスカイアグリッピアの絶滅以降、中生代の大部分において占めるものがいなかった。グロビデンス族の化石記録は希少であるため彼らは謎に包まれており、深海など生息域が限られていたために、化石学的バイアスがかかった硬い獲物を接触する生態上に当初の場所で、 個体群が拡大しなかったなどの可能性がある。ズングリとした球形の葉は、プログナトドンやプレシオティロサウルスと比較されることがまま、あり、両族もグロビデンス族に分類されることがある。これらの属はおそらくグロビデンスさほど近縁というわけではない。グロビデンスダコテンシスの復元された頭骨。球状の目立つ葉が見られる全体的にグロビデンス族は、中型のモササウルス下ュウ類で、 グロビデンスは全長6メートルに達した。グロビデンス、カリノデンス、イグダマノサウルスの葉は丈夫で休憩であるという点で、他のモササウルス科のものとは異なる。大半のモササウルス科の属は、イカや魚類といった柔らかく滑りやすい獲物を捕らえるのに適した鋭い葉を持つ。中には口角を持つ獲物の体を破砕することのできるものもいるが、グロビデンス属ほどに、 特殊化を果たした族はいない。グロビデンス族は丈夫で強靭な頭骨と半球形の歯を組み合わせ、アンモナイトや二枚貝及び小型のウミガメといった動物の口角を砕くことができる。ラッセルでは、グロビデンスの骨格の情報が当時乏しかったためグロビデンス族は命名されながらも適切な診断がなされなかった。しかし、グロビデンスが 他のモササウルス赤から明確に区別される特徴を持ち、クリダスティスの明確に派生的な子孫であると考えられたことで、族の親切に至った。後に提唱された定義は、モササウルスホフマニを含まずグロビデンスダコテンシスを含む最も包括的な分類群というものである。グロビデンスとプログナトドンは共に強力な顎の筋肉を持つ。 上側頭窓の長さと頭骨長の比率は、以前より、モササウルス科の攻合力の測定方法として、用いられており、これらの属では、モササウルスと比較して、極めて数値が大きい。グロビデンスダコテンシスでは0.27、プログナトドーンオベルトニでは0.22、プログナトドーンサトゥラトルでは0.22である。モササウルスホフマニでは0.19となる。グロビデンス属。 ありがとうございます。